こんにちは、 PZP です。今日は栃木市にある手打ちそば山さんに来ています。それでは行ってみたいと思います。こんにちは。こんにちは。悩む。ありがとうございます。あの、はい、前のお城みたいなのって何なの、あれ。社長、あれが気になってしょうがないんだけど。あれ、小高城なんですよ。あ、中なんか入ってんの？何も入ってないけど。うん。あの男と女の品物が上がってるんですよ。おお、それで小高城なんだ。素晴らしい。なるほど。はい、後で見に行きます。
手打ちそば山さんで大根そばを食べてみました。美味しいです。そば自体ちょっと固めで、喉越しを楽しむ感じじゃなくて、こう食べた感じ、こうそばを噛んでるっていう、そういう実感が非常にあっていいと思います。で、細切りの大根がまたそばと非常に合います。これ今まで食べた大根そばでは一番だと思いますね。良かったです。皆さんも来てみてください。ではまた。どうもごちそうさまでした。美味しかったです。美味しかったです。はい、どうもどうもありがとうございました。旦那さんって大工さんなの？そうそう、元はね。あ、そうなんだ。うん、先生、食べることもってて。ありがとうございます。本当美味しかったです。また来ますね。はい、よろしくお願いします。はい。蕎麦屋の前にご主人が作った天守閣があります。こちらです。天守閣ね、登れるということな、登れるっていうか入れるということなんで、入れるのかな。せっかくなんで行ってきます。入れるそうです。え、入れないじゃん。よいしょ。意外に道のりが長い。そして意外に危険。あ、着いた。あ、まだだ。うお、着いた。おお。着いた。着いた。おお、なんだこれ。おお、男性のシンボルってそういうことね。こんなのがありました。一応モザイクかけます。あ、名前がちゃんと小宝城なんだ。なるほど。はい、小宝城から見ると蕎麦屋さんはこうなります。なかなかいい観光コースですね。ではまた。Thank you.